属州の一マウレタニア・ティンギタナは、ローマ帝国の属州である。領域は、現在のモロッコ北部にあたる。北は、ジブラルタル海峡に面した半島までで、海峡に面して、シュートティンギスがある。南は、アトラス山脈の北に位置するボルビリスや、サラコロニアまで、東はムルヤ川で、マウレタニア・カイサリエンシス州と接している。その他、属州内の主な植民地として、 バナサ、セプテム、ルサィール、リクスなどがある。ローマの属国であった、マウレタニアのオープトレマイオスが AD40 年に没した後、ローマ帝国皇帝クラウディウスはその国土を属州とし、東西に2つに分割して統治した。その西側部分が、マウレタニア・ティンギトナである。429年に、バンダル族が、 ジブラルタル海峡を渡りこの地方に進出するまでローマ帝国の属州であった。属州で最も重要な都市はボルビリスでローマ帝国にとって西アフリカの経済及び政治の中心であった。肥沃な国土で小麦やオリーブオイルを生産し帝都ローマに輸出することでこの地に富をもたらした。考古学研究よりこの地にも通称に携わる ユダヤ人コミュニティがあったことが分かっている。その他重要な産品としては、紫色の染料や高級な木材、ライオンやヒョウなどの動物が輸出されていた。また、マウリ人は優秀な騎兵として需要が高かった。ありがとうございます。